はーい、こんばんは、こんにちは。 Xbox 360版 Fallout 3やってきます。前回、前々回のそのまた前からこのジョーカープロジェクトの件でいろいろ大冒険をして、この要塞ブラザーフット・オブ・スティールの要塞にたどり着いて、前回と前々回はこの要塞の探索、まあその成果としてね、装備のエンクレーブ、このパワーアーマーのね、装備できるようになりました。ただこれがね、上が特にあれなんで、ステルスヘッドギアにちょっと変更しようかな。スニーキングプラス5になるしね。うん、こんな感じで。で、今回は、データね、クエスト、ボルト101に戻る。とりあえず救援信号が出てるみたいなんで、一回ね、とりあえず一回メガトンに飛んで、ワールドマップ、メガトンに飛んで、近いんだよね。で、メガトンのね、外にいる、売ってる人のね、間違えた。弾を買いましょう、弾。弾を買って、で、ボルト101に移動して、で、そのね、救援信号というか、救援のラジオ放送に乗せて放送してくれてる女の子の名前を忘れちゃったんだけどね、その女の子の私の名前が、なんか、その、パスコードよってきたことをね、言ってたんですけど、あれ、この辺歩いてないなぁ。まあ、いっか、このまま行っちゃおうか。ね、案外近いから。よし、行こう。最初はね、あそこの洞穴から出てきたときは、どうなることかと思ったけど、結構長い冒険を続けていくことができています。101に戻るのはほんとね、久しぶりっていうか初めてなんじゃないかな。どっから入るか知らないけどさ、大丈夫？これだっけ？あれ？動けなくなった。あれ？ちょっと、パラディ。オッケー。へぇ、こっちか。入り口どこよ？とりあえずそのボルト101の中をね、探索したいんだけど、最初はね、脱出だったからね、なんか本当にロボとかグワーって攻めてきて、もう逃げろ逃げろ逃げろみたいな感じでね、今日しか残っていません。結局こっちまで回ってこないといけないんだ。まあ今回は護衛もいるしね、なんとか行けちゃったりするのかな。この辺か。近いね。なんかもしゃくしゃ言ってるよ。怖いな。ここが遠目からじゃ分かりづらいね、本当に。到着しました。ここです、エントランス。入ってみましょう。まあ入るとね、セーブするんで、もしか、もしもの時は、こっから再開ですね。
よし、行こうか。で、今ね、こんな感じになってますね。顔見えないけどね。見えないね、やっぱりね。オッケー。行こう。あまた。で、ウォルト101で起こったことを調べる。ちょっと待て。いきなりいるぞ、なんか。いきなりいるぞ。コックローチか。なんでなんで。ジム・ウィルキンス。ジャンプスーツ。じゃあちょっとこう探索。調べていきましょうか。めっちゃビビっとる。あ、自分がなったら護衛もしゃがむのね。クリップボール。ここは危ねー。行こうか。そこ動くな。どうやって潜り込んだか知らないが。待てよ、ちょっと待った。お前か。外の埃とススで全然わからなかった。通りでここのドアが開けられたわけだ。ここにいる奴らを集めてもお前の経験にはかなわんな。びっくりしたね。でもこいつ銃持ってるからこれで行こう。ちょっと寄ってみただって。悪く思うなよ。だがこのまま立ち去って戻ってこない方が身のためだと思うな。ここはお前と親父さんが出てってからあんまりうまくいってないんだ。もうお前が育った幸せなボルトじゃない。ここでは深刻な問題が起きている。なんだよ。何もかもがおかしくなっちまってな。親父さんが扉を開けてから虫どもの攻撃が始まり、人がおかしくなり始めた。一段落した時犠牲者はたくさん出ていたが答えは出なかった。医者がちょうどいなくなっちまってた子供いたかった。あ、これで死んだってことをちょっと伝えようか。そうか、すまなかったな。ここがどうなったかに関わらずあの人はいい友達だった。外でもうまくやっていけると思ってたんだが、実際たくさんの人が彼は正しかったんじゃないかって思い始めた。いつも彼は正しかったからね。もし外が安全ならなぜ中にずっといなければならないのだ。監督官はそういった動きを嫌い取り締まりを始めた。お前が帰ってくることを考えても見なかったんだな。でもこの明らかにボルト101の人がなんか会社の誰かに頼んで手配書を発行して自分を襲いに来てたからね。で倒すとその手配書が手に入って売ることもできたしね。そうだよ、これだよ。それはできん。少なくとも大っぴらにはな。反乱軍どもがお前と話したがっているが、監督官はお前を中に入れるわけにはいかないと言っている。もちろんもしお前が本気で抵抗するというなら、外で生き延びてきたお前を止められる者はいないだろう。できればそんなことはしてほしくないがね。だがお前の親父に敬意を表し目をつぶってやろう。ここに来なかったことにしておけばいい。誰にも言いやしない。ここを出たいわけじゃないんだ。扉を開けて世界と関わりを持っていたいんだ。うんうん。でもそうするとボルト全体を危険にさらすことになる。
わかった。下に行ったら気をつけろよ。ボルトは変わっちまったんだ。ちょっと待て。ちょっと待ってよ。オフィサーゴメス。お前と話してるところを見られるとまずいんだ。何の用だ。やっぱこれでは案内してくれないか。以前いた時よりいろいろ考えたようだね。どこに行きたいんだ。いいだろう、ついてこい。ちょっと武器しまおう。まあね、矢印通りに進めばわかるんだけど、教えてもらっていこうか。ノーアクセス。アトリウム上層へ。おっと、ここで待っててくれ。まずいな。緊張するぜ。What the fuck? 事件起きてんですけど大丈夫？発砲事件起きてるよ。十分離れるってことを知らんのか？タイラー。妻のアグネスを失ったんだ。それがここで起こったことさ。混乱と戦争の中、彼女の古い心臓はもうあれ以上持たなかったんだ。なあ、わしは奴らが怖いんだ。いつ奴らが危ないことをするか分かったもんじゃない。撃つ気はなかったんじゃよ、本当さ。ちょっと彼を脅そうと思ったんじゃ。だけどナイフを持っててな。反抗する者には用心するに越したことはない。ああ、お前はもはやここの人間じゃない。ここのひどいありさまが分かったろう。残念なことに、彼女もお前らが出て行ってからボルトの外の暮らしのことを考え始めた連中の一人だった、うん、無理もない。お前のことが好きだったんだから彼女を説得してくれよ。それか二人で新しい計画を考え出してくれないか。とにかく慎重にやってくれ。 OK。誰かいるぞ。誰かいるぞ。上にも誰かいるぞ。はあ、緊張する。緊張する。止まった。懐かしいね、ここ。誕生日会したよね。おい、もっと気をつけようぜ。はい。もう怖いじゃん。護衛は戦う気満々だね。アマタは上にいる。他
他の奴らと一緒に診療所にいる。あまたは上にいる。他の奴らと一緒に診療所にいる。おお、全く誰がボルトにご帰還なさったかと思えばブッチじゃん。いい度胸してるじゃねえか。おめえと親父であれだけのことをしといて帰ってくるとはな。だが戻ってきたんならちょっとは役に立ってもらってもいいな。手を貸してくれ。どんな助けが欲しいかって。おめえが出てってから何が変わったか聞いたんだろう。死人とか嘘とか監督官が封鎖したりとかそういうことだよ。ピンとくるだろ。へっ、やつらめ、戒厳令を出した時に俺に銃を一丁盗まれたって知らなけりゃずっと前にここに押しかけてきただろうがな。とにかく俺らがここから出るのを手伝ってくれ。俺様が出るのを手伝えばいいんだ。うん、ボルト全体なんて知ったことか。俺はどうなるんだ。この悪ガキどもでさえ胸くそ悪い取引やらなんやらのために外に出たがってんだ。俺はただここから一生おさらばしてだけなんだよ。なんでこんなとこに残って一生利用しなんかやってかなきゃいけねえんだ。外に出りゃ自分で何でも決めれるんだぜ。これだよ。スタンリーのじいさんが文句言ってるのを聞いたんだ。原子炉のとこにあるもんがいっぱい焼け焦げちまったってな。どうってことはね、今んとこな。けどあのじいさん、いっつも空気ろ過装置かなんかが壊れるのを心配してるんだ。もちろんそんなことになったら俺らみんなボルトから出なくちゃな。なあ。へえ。あ、101を破壊するが出たな。ギャングを作るに決まってんだろ。ウエストランド史上最強で最高にクールで超やべえギャングにするぜ。おめえもうまくしたら仲間にしてやってもいいぞ。どうだ。そりゃそうだが、こいつは新しいギャングになるんだ。トンネルだけじゃねえんだよ。それに仲間になりてえやつはもっといるだろうからな。うん、競争は激しいぜ。じゃあまた後でな。じゃあな。ブッチも死にかけてたからね、あん時ね。ここか。やっと着いたね。その前に、まあ戻ってきたの。私のメッセージを聞いてくれたのね。いえ、嬉しい。あなたが出て行ってから何もかもめちゃくちゃだったんだから。でも戻ってきてくれたんだし、事態の収拾に力を貸してくれるわよね。まあそういうことだよ。もっと多くの人を救えればよかったのに。ジョナス、ハノン一家、他にも大勢があの晩に死んでしまって、なんてこと。父が扉を閉めておこうとしたのが理由であの人たちが殺されたなんて。しかも嘘をつき通すために殺されたなんて。ボルトの扉は開けられた時もあったって分かったの。私たち生まれた時から騙されていたのよ。ずっと前に偵察隊を何人か外へ送ったって聞いたわ。彼らの服かもね。ボルトは少しの間開いていたけれど、私たちが赤ちゃんの頃何らかの理由で閉鎖状態になって、開いていたという事実も隠されるようになったの。ジョナスは殺され、私たちは閉じ込められたままだったわ。外の世界なんてないっていうおとぎ話を続けるために。あなたの言う通り、私たちはボルトを見捨てたりする気はないのよ。まあブッチはここを離れたいみたいだけど、彼は一人で出ていく勇気はないわ。私たちの大半は信じていたわ。外の世界は命を奪うもので、ここの生活は変わらず安全だって。でも
そうじゃないってようやく分かったの。結局あなたたち親子が出ていったことで証明されたのよ。外には何かいいことがあるはずだって。いやだけど外も危ないからねえみたいな複雑だよね。あの夜に何があった？あなたたち二人が出ていた後にもっと深刻な事態になったの。医者が逃げちゃったし、助手も死んだから怪我人は治療が受けられなかったわ。今は医療関係のほとんどをミスターハンディに頼るしかないの。うん、でも彼って患者の扱いがうまいってわけじゃないのよ。冷たい金属のペンチを手にした人に診察してもらったことはある？ゾッとするわよね。いやだけどね、警備はそれほど固くないっていうことは上げてるんだよね多分ね。まあこれだよね。解決策になるならいいわね。こんな生活続けられないもの。どういう意味？ちゃんと教えてよ。難しいね。でも永遠に孤立していたら将来血が濃くなってどんどん人は減っていくわ。私じゃなくて監督官を説得すべきだわ。さあ話しに行ってちょうだい。おいおいおい。さあね、多分私たちを守ってやってるつもりなんでしょうけれど、結局は私たちを咎めているだけよ。親っていうのは子供のために良い世界を作ろうとするものじゃないの？あの扉の向こう側に新しい世界があるのよ。その世界にたどり着くまで諦めないわ。まあこれも一応聞いとくか。わからないの？私たちはボルトを見捨てる気はないわ。開けたいだけなのよ。まだここに住んでいたいの。でも外から物資を運び込みたい。取引したり探検したり、ここで閉じこもっているだけなんて最低よ。気をつけて。 OK。 あなたは誰ですか？ゴメス。よう、また会えたな。監督官は俺たちに命令できると思ってやがる。それが仕事だってね。クソくれ。俺たちはしたいようにする。だからボルトを開けるぞ。ポールがラッドローチにひどく噛まれてね。でもなんとか耐えられるって本人は思ってたみたいだ。医者がいたら今でもピンピンしてるのにな。うん。アバイ。アバイよ。おいおいおい。何をいたしましょうか。おいおいおい。アンディ。また患者ですか。今度は何です？重水炎摘出、それとも扁桃腺摘出、それとも子宮摘出ですか。あまりにも不運な出来事が起きてしまいました。その騒動の最中でベアトリスが左足のつま先に大怪我をしてしまいました。かなりひどい状態でした。助けるには足ごと切断するしかありませんでした。しかし残念ながら手術はうまくいきませんでした。人間の問題は人間様でお考えくださいませ。我々には無関係でございます。ロボットは仕事に励むのみ。もうよろしいですか。ああ忙しいや忙しいや。はい。とちょっとこいつは一体どうしたことだ。
ふむふむふむ、実験ファイル。ほう。そうだね、この細胞分裂の異常やミュータント化、これが多分ね、監督官がビビってることなんだよね。よーし、まあいいとして、ちょっと地図見てみましょう。ローカルマップ。いっぱいあるね。あまたと。じゃあ、もう一個の方行ってみようか。あ、どうした?大丈夫?まあ、外から戻ってきたのね。よかったわ。あなたぐらいの年の子に外は危ないわ。特別なことを頼んでるわけじゃないのよ。ポルトが開かれたことは前にもあるの。でも、どういうわけかそんなことはなかったふりをしてるのよ、みんな。うん?帰って来られなかった哀れな人々のことを忘れようとしてるのね。ここで何が起きた?私の孫のジョナスが死んでしまったのよ。かわいそうに。混乱の中の事故だって言うけれど、監督官のせいに違いないのよ。全ては監督官につながるね。お願いだから気をつけてね。なるほど。マグカップ、なるほどね。で、こうだね、次はね。よし、じゃあとりあえずね、今回はここで切って、次回ちょっと監督官の方にね、話をしに行きたいと思います。お疲れ様でした。